まさか、またあんたに会うとはね、うんこの格好で風邪なんて引くわけないだろあたは鍛え方が違うからねほー、はー、まだ寝みなまさか魔女狩りじゃなくてハロウィーンの準備で寝不足だなんて自分でも信じられないよ

ってやってみると結構恥ずかしいなほら行ったんだからさっさとお菓子をよこしな自分が劇に出ることになってさ初めてハロウィンを意識したよ案外町の中ってハロウィン一色なんだな さーてそろそろ家を回ってお菓子をもらいに行く時間だな準備ができたらさっさと行くよいたずらには興味ないんでねこの格好でミラーズに行けっていうのかい鏡の結界が狼で溢れちまったらガブッとやられちまうかもしんねえぞこの衣装 特っで作ったから雑な作りだって聞いたんだけど全然そんな感じしないんだよなむしろ尻尾とかにこだわりを感じるぐらいさやっぱハロウィンって言えばお菓子だけじゃなくて飯も気になるよな私は好き嫌いはしないからさどんとこいって感じだよこんな衣装を着て劇をするなんて。 いつぶりだろうねちっこい頃はやってたと思うけどあんまり記憶にはないんだああこれトフィーアップルってリンゴ飴みたいなもんだよひとつ食うかいまだ結構残ってるからね魔女だの噂だの変な街だと思ってたけどどうもあたしは。 この町のやつらに絡まれる噂に巻き込まれちまったみたいだよあたしがあいつに何を言ったんだか覚えてないけどさあのカリンとかいうやつ劇を通して成長できたって喜んでてさ満足そうで何よりだよ手足は寒いけど 体とか腰周りがふさふさだからさ、結構あったかいんだよな、これ。ま、これは私のだから、触らせねえけどな。こういうイベントごとでもさ、同じテーブルを囲んで、みんなと一緒に飯を食ってると、少しだけ昔を思い出しちまうよ。